先輩、そんなに見つめられると、そのなんだ、キリトも照れるのか。この程度では動じないかと思っていたが。先輩は俺を何だと思ってるんですか。すまん、半分冗談だよ。もう半分は本気だがな。こうしてお前と二人でいると言い知れないぬくもりを感じられるんだ。余計に照れくさいのでやめてください。仕方ない。さて、本題に入るとしよう。お前、お手柔らかにお願いします。まだ始めたばかりだからな。分かっているよ。そうだな、印象が強いはずの記憶といえば、私がなぜお前を蕎麦好き連士に指名したか覚えていないとは言わせないぞ。もちろん覚えてますよ。俺が先輩と同じ独自流派の使い手で、アインクラッド流の実戦を想定した動きがセルルト流のそれと同じものだったからですよね。ま、おおむね正しいな。それ以上は私も明言していないのだし、当然ではあるのだが。な、何か忘れてますか。すみません。いいと言っているじゃないか。てっきり伝わっているものと思っていたこちらの落ち度さ。そんなこと言わないでくださいよ。先輩に申し訳が立たないじゃないですか。ちょっと待ってください、今思い出しますから。お前の剣筋に迷いがなかったことだよ。私と同じ独自流派を使うにもかかわらず、お前は正統流派の者たちにまるで引け目を感じていなかった。それは私からすれば不思議以外の何者でもなかった。故にお前の心が揺るがない理由を知りたかったのだ。それで俺を蕎麦好き連士に指名したんですね。きちんと思い出せずすみません。私もはっきりとは伝えていなかったんだ。お前が謝る必要はないと言っているだろう。しかしそう考えると、私は初めてお前を見た時からお前の心の強さに惹かれていたのかもしれない。もちろん今は言わずもがなだがな。そんな、先輩にそこまで言われるほど俺は強くないですよ。そんなことはないさ。その強さが私を迷いから解き放ってくれたのだから。それに私を救ってくれたのは強さだけではないぞ。お前の心は強いだけではなく温かくもあった。お前は私の問題を自分のことのように考えてくれた。そしていつも励ましてくれたからな。当然です。俺にとってリーナ先輩は大切な人ですから。先輩が困っている時は力になりたかったんです。ああ、実際私は何度もキリトに救われたよ。アインクラッド流の進化を見せてもらったことも含めてな。そう言ってもらえて俺も嬉しいです。あの時お前が剣士としての全てを見せてくれたこと、本当に感謝している。だがそれでも私はまだキリトを全て知ることができていないのだろうな。リーナ先輩、こうして再びキリトに会うことができて私は幸せだ。だが私はそれだけでは満足できないんだ。もっとお前のぬくもりを感じ深く知りたいと思ってしまう。だからこれから教えてくれ、キリトという人間について。はい、ご期待に添えるか分かりませんが努力します。ああ、よろしく頼むぞ。リーナ先輩、今日も記憶の確認をお願いしていいですか。ああ、もちろん構わない。私もそのつもりで来ているのだからな。まずキリト、始める前に聞きたいのだが、実際調子はどうなんだ。
お前の記憶に不具合はないのか？ない、大丈夫だと思います。いろんな人と話して記憶に抜けがないか確認できているので。そうか、それなら良いのだがな。いろんな人か。確かにお前は多くの女性と関わりがあるからな。え、いや、そんなことは。あるだろうに。キリトといると次から次に女性が出てくるではないか。アリス様をはじめ、ファナティオ様にリネル様やフィゼル様、お前のそば好き連士ロニエも女性だしな。それにお前に会いにやってきたという者たちも皆女性ではないか。それは両手を使っても数えきれんように思えるがな。俺でもまだ何か言うか。いえ、何も。まったく、私だってそのうちの一人に過ぎないのだろ。そんな、違いますよ。先輩は俺を一年間導いてくれた大切な人です。だが私の指導は厳しかっただろ。ねえ、まあ素直なやつだな、お前は。記憶の確認ついでだ、正直に言ってみろ。遅刻の罰に素振り100回は辛かったです。いや、自分が悪いのは分かっているんですけど、他の懲罰も含めて耐えるのに結構頑張ってました。本当に正直に言ったな、キリト。だってリーナ先輩がいいって。別に怒ってないさ。まあ何かにつけて厳しくしていたからな。キリトに期待し、また信じていたからこそではあったが、辛かったことに変わりはあるまい。あの時の懲罰の分、これからは優しくしてやるとしよう。優しくって何を？簡単なことだ。こうするのさ。な、抱きしめ。優しいですけど、これは。これからは懲罰を命じることもない。もう学院の先輩後輩ではないのだからな。存分に優しく。それはけど少しだけ怖いような。たっぷりと甘やかしてやるぞ。覚悟してくれ、キリト。リーナ先輩、どうかしたんですか？ああ、すまん。何か言ったか？いえ、ため息をつかれたので、先輩が何か悩んでいるんじゃないかと。そうか。どうやら少しほうけてしまっていたようだな。何があったんですか？いや、お前のことで少し嫌な思いをしてな。すみません。何か失礼してしまいましたか？ああ、違うんだ。キリト自身が何かしたわけではない。俺自身じゃない？なら誰が？近頃貴族や帝国騎士団の者たちからキリトの噂を聞くことがあるんだ。噂ですか？ああ、だが決して良いものではない。聖豪騎士と接近し行動まで共にするお前に対し、不審に思う者から嫉妬を抱く者までいるのだ。そういうことでしたか。でも俺は悪口だとかはあまり気にしませんよ。ああ、私もキリトをこの程度のことで腕を鈍らせるような剣士だと心配してはいない。だからといって何も感じないわけではない。話を耳にするたびに好ましくないと思う。もはや怒りすら感じてしまう。貴様らはキリトの何を知っているのだとな。リーナ先輩にそんな風に思っていただけるのはありがたいですね。でもあまり気に病まないでください。何を言ってるんだ。お前だって私のために何度も怒ってくれたじゃないか。
リーナ先輩はいろいろなことを教えてくれた。俺の大切な人だから。私も同じだよ、キリト。大切なもののために怒っている。しかしそう考えれば、私はお前に影響を受けたのかもしれないな。だとしたらすみません。謝らないでくれ。お前は私のことを大切に思ってくれる。私はその気持ちが何よりも嬉しいんだ。先輩。だからそんな感情を抱かせてくれたキリトには感謝しているし、独り占めはできないと分かっているが、私はこれからもお前と共にやりたいと願ってしまうんだ。俺も同じです。剣士としてこれからもよろしくお願いします。あ、よろしくな。キリト、少し聞いてもいいだろうか。どうしたんですか、リーナ先輩。いや、やはり面と向かって言うことでもないな。今のは忘れてくれ。それでは記憶の確認をするとしよう。すみません、何があったのか気になって仕方ないです。いや、本当に大したことはないんだ。気にしないでくれ。そういうわけにもいかないですよ。言い出されてやめられるとなおさらです。そう言われても、お前の記憶とはあまり関係なくてだな。リーナ先輩がそう思っていても、俺にとっては重要かもしれないじゃないですか。まあ、お前に関することには違いないからな。分かった、話すとしよう。ありがとうございます、先輩。一体俺に何を言いかけたんですか。実はキリトに一つ聞きたいことがあってな。そのえ、そんなに好かれているでしょうか。仲間と呼べる存在はたくさんいますが。ごまかさないでくれ。お前だってうすうす分かっているだろうに。何のことだか聞いておいてすまないが、原因はすでに分かっているんだ。お前が私に花を送ってくれたのは覚えているか。もちろん覚えてますよ。ゼフィリアの花ですよね。そう、北帝国では絶対に咲かないはずのゼフィリアの花だ。あれはリーナ先輩が咲いたゼフィリアを見てみたいって言っていたので。でもそれをお前に言ったのはたった一度だけだ。その一度を逃さずに私の望みを叶えてくれた。つまりお前は人の心、特に女心というやつがわかるんだろう。そんなことないですよ。謙遜するな。自慢できることじゃないか。謙遜なんかじゃないです。女の人の考えてることを予想するのはむしろ苦手です。ほう、それは信じがたいな。では私が今考えていることを当ててみろ。苦手だって言ってるのに。剣技についてですか。違う。あ、暑いですか。もう少し離れた方がいいですか。違う、暑くなどないし、距離もこれくらいがちょうどいい。ならわざと間違えているんじゃないだろうな。そんなわけないじゃないですか。本当にわからないんです。まったく、もういい。本当は何を思っているかわかっているくせに。だからで、なんで近づいて。ほら、耳を貸せ。はい。よし、それでいい。いいか、今私が思っているのはお前と一緒にいられて
幸せだ。リーナ先輩、どうした？そんなに赤くなって。分かっていたことだろう。分かりませんって、そんなの。その反応を見る限り、分からなかったのは本当らしいな。いつもならお前は私の考えていることを分かってくれるのに。らしくないぞ、キリト。そんなことはないって言ってるのに。すみません、もっと先輩の考えを推察できるよう努力します。少しじれったいが、私はお前のやや鈍いところも気に入っているのだ。これからも楽しませてくれよ、キリト。こうして今までキリトの記憶について話してきたが、私がお前について知ることについては一通り話したと思う。私と話すことで確認できるのはおそらくここまでだよ。はい、協力してくださりありがとうございました、リーナ先輩。礼には及ばないよ、キリトには何度も助けられたからな。そんなことないですよ。あるんだよ、キリト。感謝している。はい。それでも私はまだキリトと話したいことがあるんだ。ねえ、もちろんです。記憶の確認のためにいろいろと思い出を振り返ったが、まだまだ少ないと思ってな。少ない？ああ、キリトとの思い出の数がな。一年を通して一緒にいたとはいえ、まだまだだ。だからキリトと、その、もっと親しくなって、これからも思い出を増やしていけたらと思ったのだ。そうですね。せっかくまた先輩とこうして会えたことですし、俺もそうできたらって思います。一応聞くが、キリト、それはどういう立場でだ？立場ですか？同じ目的のために戦う仲間としてです。そうか。いや、間違いではないんだがな。ではキリトから私はどう見える？どうって、リーナ先輩は俺にとって厳しくも優しくもしてくれる誇り高い先輩です。ありがとう、キリト。その言葉とても嬉しいぞ。嬉しいんだが、そうではなくてだな、女としてはどう思う？女性としてですか？美人か。そうか、面と向かって言われると照れるな。で、それは俺もですよ。なんだか恥ずかしいです。でも嬉しかったぞ。それからまだ聞きたいことはあるんだ。もっと私のことを知りたいと思ったことはないか？それは、その…私はキリトのことをもっと知りたい、そう願ってしまうんだ。先輩、そんな急に抱きしめるなんて。これならもっとお前のことが分かるんじゃないかと思ってな。それはそうかもしれませんけど。キリトは戦いな。こうしているとお前の優しさが肌を通して私に流れ込んでくる気がするよ。リーナ先輩。なあ、キリト、お前を私だけのものにとは言わない。だが二人でいるときはこうして抱きしめることを許してくれないか？はい、リーナ先輩。ありがとう、キリト。お前はやはり私にとって特別な存在だよ。